半田さんはどういう活動をされてるんですか？アーティストをやっていて、あとは展示の企画をやる、いわゆるキュレーターっていう役割だったりとかっていうのを主な生業にしています。で、今回みたいに地域に対してアートのプロジェクトを持ってきて、それで街が盛り上がっていくっていうのもやっていきたいし、でそこからもちろん日本のアートマーケットっていうのは決して大きいものではないので、それが大きくなるような刺激になるようなもの、そのアートと地域とお互いに刺激し合えるようなことができたらいいなっていうのを考えています。小岩っていうのが決して東京駅からアクセスが悪いわけではなくて、で東京駅から20分今日で着くし、新宿からも1本でアクセスがあるっていうようないい場所にもかかわらず、まあ、シャッター街になりつつありますし、あと、まあ、再開発っていうのが小岩で行われていて、で、これから小岩が、まあ、なんというか、まあ、地価とかが上がっていくっていうのは絶対に起きてくることだとは思うんですけど、でも、それに対して、シャッターがどんどん降りていって、個人のお店っていうのは、力がなくなってきているっていう状況。このままだと多分、再開発の後に小岩っていうのがすごく、ドーナツ化してしまうような、ひょっとしたらすごく外見は綺麗だけど中身がないような街になってしまうっていうのを危惧していて、でも小岩って商店街も多いし個人店の居酒屋とかも多いし、面白いお店が多いっていうような場所なので、すごくポテンシャルがあるはずだと思っていて、でそしたらそこに自分たちがコンテンツを入れていくことによって街を盛り上げていくことができるんじゃないかなっていうのを考えます、考えたんですね。4人の若いアーティストを集めていて、でまだ流し入れてないアーティストたちっていうのを集めています。で、展示のタイトルが Japan's Possible Future、 日本のあり得る未来っていうタイトルで、なので一つはこの若いアーティストたちがこれからの日本のアートの世界、社会の中に出ていくよっていうあり得る未来を提示しています。で、もう一つはこのアーティストたちにはみんな共通点があって、日本の社会のことを考えている人たちなんですね。例えば、じゃあ、女ならこうあるべき、男ならこうあるべきっていうことって世の中にいっぱいあると思うんですけど、本当にそれってそれでいいの？っていうのを問いかけるようなアーティストだったりとか、あとは、じゃあみんな今から歴史のこと、日本の歴史のことってそんなに考えたりしてこれからどうしようかなって思うことないと思うんですけど、ちゃんと自分たちの国の歴史っていうのを見直して、でそれを見直した上で、じゃあ次にどんな国を作っていこうっていうのは考えること、それもまた重要だと思うんですよね。まあ、そういったこれからの日本を考えようっていう、つまり未来の日本の社会を考えようっていうような作品たちを集めているという意味でも、Japan's Possible Future、 日本のあり得る未来っていうタイトルをつけています。世の中の女性向けのコンテンツって、まあ、こういうふうにファンシーで可愛いものっていう、きっと女性はこういうものが好きに違いないって、まるで洗脳のように流されていってると思うんですね。で、その流れの中で、じゃあ女性は結婚したいに違いないっていうような価値観とかもあったりすると思うんですけど、じゃあ本当にそうなのか、女の子は可愛いものを好きじゃなきゃいけないのか、結婚しなきゃいけないのかっていうのを、まあ、これをあえてファンシーな離婚届も一緒に作ることによって、そういう価値観に疑問を呈している作品ですね。女性だけが写真の対象になって、そして消費されていくっていうのはやっぱりおかしい話で、いや、男性に対しても欲望の目を向けてもいいっていうのがもちろんあるし、そもそも女性は男性よ、男性は女性を愛さなければいけないっていうのはやっぱり固定的な価値観である、そういうところに疑問を呈している作品ですね。例えばこの写真、左側の写真は、この男性と写真家っていうのはこの後マッチングアプリで待ち合わせする予定のだったんですよね。それで、じゃあ今出発する時間はこれぐらいだからっていうのを割り出して、で、まだまだこれ気づかれないように、その待ち合わせの相手が出かけるところの写真撮ってます。で、この真ん中の写真は、この家に、この写っている人が眠っている間に、まあ、鍵を借りたりとか、開けておいてもらったりとかして、こっそり忍び込んで、で、起こさないように、こっそり写真を撮って帰るっていう作品なんですね。で、これだったりとか、あと、一番右の写真は、写真家の、昔の恋人を撮ってるんですけど、
まあ、そういうふうにして、男性に対しても、まあ、その欲望の目線っていうのは向けていいんじゃないか。女性だけがその欲望の目線を向けられるっていう社会はすごく不均衡より不平等なんじゃないかっていうようなのを表しています。このブラウン管の作品と、新聞紙とスマートフォンの作品、これはどっちも同じアーティストによる作品なんですけど、どっちもスマートフォンという新しいメディアが、まず古いメディアを駆逐していっている。インターネットが古いメディアを駆逐していっているっていう様子を表しています。でも同時に、じゃあ果たしてスマートフォンって本当に古いメディアよりも新しくて、先進的でいけてることができているのか。例えば、このブラウン管の方なんですけど、これスマートフォンのハンマーがブラウン管を叩くようにできてるんですけど、じゃあこのハンマーがものすごく原始的にこれは作られてますよね。だったりとか、まあ、こっちの新聞の方だったりしても、スマートフォンが釘でここに貼り付けになってるわけで、ひょっとしたら古いメディアと一緒にスマートフォンも落ちていってるんじゃないか。インターネットっていうのも古いメディアと一緒にどんどん同じ穴のメジャーに落ちていってるんじゃないのかなっていうような疑問を呈すものになってます。で、このアーティストは日本の戦後についてを問い直しています。日本の戦後って、要は広島長崎の原爆から、つまり原子力から始まって、それでその後原子力発電っていうのがアメリカから輸入されて、で、アメリカも燃料を日本に対して輸出し続けて、で、そして2011年、原発事故が起きるまで戦後っていう体制は、まあ、原子力で始まって、原子力で維持されて、で、原子力で終わってるわけです。今って一体戦後なんでしょうか。例えば東京オリンピックをやって大阪万博をやるって1964年のことなのか、けど延期になっちゃいましたけど2020年のことなのか、もしかしたら今の人たちって戦後をやり直そうとしてるんじゃないかと思うんですよね。でも我々はもう戦後をやってきた、その歴史をちゃんと見つめ直して新しい歴史を作らなきゃいけないんですよね。だからこのアーティストはポストオイズオーバー、戦後は終わったっていうのをモチーフに作品一枚描いていて、そういうふうに今向かおうとしている先をちゃんと設定し直そうよっていうふうに訴えているわけです。